この番組はゲームソーダご覧のスポンサーの提供でお送りします。俺様の出番。左の移動パッドを使って武将を動かしてください。行け。ブレ撃襲です。攻撃ボタンをタップして攻撃しましょう。よっふっやっふっやっ。敵が大勢いるのでスキルを活用してみましょう。スキルボタンをタップすればそのスキルが使えます。スキルには一定時間無敵になったり敵を気絶させたりいろいろな効果があるんです。私の番だ。左の武将をタップするとタックスキルを使用して武将を交代します。タックスキルを使うにはタックゲージがいりますよ。私の歌に耳を傾けて。やっ、まだ宴は終わっていませんよ。致命的な音色を。挑戦の2番目のスキルを使うと武将の体力を回復できます。やっやっ、ハッタン。演奏に夢中になりなさい。天井の旋律で癒してあげましょう。何人いようと関係ない。来い。この音色を感じてください。やっ、はあ、私の出番か。青龍降臨。俺がこんな奴らに。無事に到着されてよかった。慌てていたので紹介が遅れます。突然の在位で何をすれば。その前にチュートリアルでは、君主様、武将は大きくは私が先に。だ、頑張ってみますね。よーし、おめでとうございます。君主様、君主様の呼びか雇用した武将は。この俺様の出番か。君主様、君主様を襲撃した。まだ数が少ない。戦闘ボタンを押して。君主様、はじめまして。君主様に戦闘のことを説。黄金族は戦。
ここでは戦場に武将変更。これで出陣準備。何に言おうと関係ない。空主様、武将の攻撃の途中で右下のボタンが光っているのを見ませんでしたか？通常攻撃の最後のタイミングでタップすると強力な連撃攻撃が発動します。連撃攻撃に連続して成功すると最大5回まで攻撃速度が上昇するんです。練習を重ねて強力な連撃攻撃を磨き勝利をつかみましょう。クリア。俺の血がたぎっている。行くぞ。ここへ行く。援軍が来るぞ。耐えろ。不審の怒りを喰らえ。来るがいい。雑魚が。見事な勝利、おめでとうございます。これで基本では私は流れが変わります。お腹が空いては戦ができます。お見事です。ではのまず農事を担当。政治力が高いほど米の生農地に配置されても。おめでとうございます。これで勇猛さが聞こえるか。関係ない。来い。はっ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 。行くぞ。フリア。はっ。
血がたぎっている。ふんたーふんはっ、どこへ行く。はっはっはっ、我が刃を受けよ。避けれんぞ、真の怒りを喰らえ。愚かなやつめ。俺様の出番か。はっはぁ、どこへ行く。はっはぁはっ、真の怒りを喰らえ。ふんたぁふん、はっはぁはぁはっはぁふん、行くぞ。避けられんぞ。はっはぁはぁ、フリア、はっ、俺の血がたぎっている。はっはー、行くぞ。はっはー、フン、フン、はっはー、はっはー、フン、はっはー、俺がエンジン超飛だ。怒りを喰らえ。うおっはっは、正義役得の参上だ。建物を増築するには鉄鋼、お見事です。では鉱石の生産。初勝利。君主様、戦利武将情報画面。武将の装備が装備を装備の強化には私がお金強化ボタン。武将の装備が強力。武将の持つすべての装備を強化。それじゃ今度は武将昇級ボタン。どうですと。君主様、お疲れ。この武将で君主様の武将を進級させ、では劉備様の進級系。劉備様は食の星2の中老将の露食様がお、では素材にする部。劉備様の進級経験、次に劉備様を星3に進級経験値が、あ、そうだ、進級させた武将のレベル小、では劉備様我が民のため。お見事です。では君主様、早速戦場。
様の出番か。俺の血がたぎっている。戦闘日和だな。ハッタフンチュー。俺の血がたぎっている。愚かな奴め。